知らないふりやわかりて選手権。さあ始まりました3期生の周年特別企画、うん、みんな私のことくらいもわかるよね。わかりすぎてるまであるな、はい、ということでじゃあ次の問題お願いします。はい、3期生の誰かになれるなら誰でしょう。いやこれ信じていい？いけないの信じる。お前信じてよ。みんな自分を信じるんだ。でもどう、でも何をやりたいんだろうな。みんな自分を信じればもしかしたら誰か一人1ポイント当たるかもしれない、ね、あ、そっか、自分を勝てばいいのか。団長、自分さ、自分だって信じたいけどさ、フレア絶対ノエルじゃねえよ。いやいやいや、信じるわ。これで外したら虚しいぞ、ノエル。そうだよな、そうだよな。みんな自分を信じて。信じるわ。でも何がしたいかも書かなきゃいけないと思うんだっけ。何がしたいかか、仮にそう、誰か私が、うん、まあ、ペコラだったりノエルだったりマリンだったりなって、うん、何かしたいことがあってこれを選ぶわけですよね。確かに、何がしたい、まあ、何かしたい。そうだな、船長になってどうすんだマジで。今頑張ってひねり出したわ。船長になる意味な なんでこの人になりたいのかって話ですね。船長になるやな、ガチめに船長になる意味ない、本当にない。なんで、ね、ネガティブなんで急に寝なかったの。信じて信じて、ガチめに船長になる意味ないぞ。ガチ、これかな、これガチでない。でもいっぱいあるじゃんね、いい才能だからさ。これでマリン選ばれたら割と嬉しいじゃん、めちゃめちゃ、ね、え、羨ましいで。そうかな。お願いします。ちょっと待って、理由書くから、うん、めっちゃ可愛いな。はい、 OK です。はい、じゃあみんなの回答を見ていきましょう。はい、お願いします。お願いします。え、マリンじゃないの。あんたマリンになる意味なんてない。うわーねー、裏切んなよ。なんかさ、ちょっと一人だけ自意識過剰で恥ずかしいんですけど、でも団長実はね、ペコラかなって思ったんよ。ペコラっちょかなって思ったけど、自分を信じて、で、自分のフレアが団長にないものは、うん、やっぱ歌唱力の逆。あ、そうだから、下手な音域が狭いってこういう感じなんだ。うーん、ノエルも大変だなっていうね、そのね、うん、やっぱ感じてくれるかなって。いやでも、使い方次第だから、結局ノエルになったらうまく使える。じゃあまあちょっと答え見ていきましょうか。はい、お願いします。お願いします。信じてる、自分を信じる。これでワインだったらどうしよう。まあ、ペコラかな。食べられる英語版の、ね、気持ちにも食べられる。食べられる。何だと。あ、そういうことなんだ。はい、ということで、ペコラとマリンが1ポイントね。いいもんね。これ勝負には負けたけどさ、なんか男女いろんな意味で勝ったもんね。あ、そうなんだ。そう。へえ。はい、じゃあ次はですね。何でしょう。次は、うん、どうだろう、これ面白い問題、行きましょう。お願いします。マリンに何してほしい。え、嘘でしょ。ちょっと待って、何だろう、今の流れで。でもこれは当てないとダメだよ。今のこの瞬間がだるかったのかも。やばいよマリン、今のこれがだるかったのかもしれない。え、でもそういうの嬉しいんじゃないの。この感じがだるかったのかも。さあマリン、自分の中で思い当たることはある。待って、いっぱいある。ちょっと順番に順番にマリンに直してほしい。まずこれでしょ。はい、じゃあみんなの回答を見せてください。はい、はい、これこれやろ、嫉妬、喉喉いや、あの、違う、優しいわ。嫌がってたもんなって言ったら、いやー、あ、そういうってなったから、あ、うん、本当に嫌なところじゃなくて、ちゃんと直してほしいって思ってくれてるところにしたんだ。喉だと思って。いやいやいや、答え見ていきましょうか。直してもそれ直さないし、私の答えはこうでした。言わない。うん、そうだな、まあ、いろいろあるけど、いろいろあの、突然泣いてめんどくさくなるところかな。え、これこれ、これ、まあ、意外とね、ノエルが近いかな。そう、どっけないと苗は違う。いや、でも近い急にない。まあ、そう、まあ、でも急に何かそうそう、わーってなるね、元来するところ多いな。え、じゃあこれ1点いいっすか。いや、でもね、これはノエルが1点かな。え、これさ、もしかしてでも、あの、喉は直してほしい。あの、ペコラもマリンも喉は直してほしい。何回言われてるから。でもね、言っても